聞こえるかな聞こえますか聞こえるみんなみんな聞こえるかいお前ショールームバグってるのかなみんな聞こえますかなんでよ聞こえないの聞こ,聞こえたよかった聞こえた った切ったえっマリオも切ったえいいよ切ったからいや違うずっと歌ってたんよ歌ってたのにさみんなが聞こえないって言うから何でと思ってさ消すじゃん消すっていうかさ一旦さえっ歌ったからなんかこの w i f i を切って なんか目覚ましがめちゃめちゃ鳴るからえっ10分間聞こえなかったってことそんなことある <laughs> えっそ待ってえっ10分聞こえなかったですかえっいつから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 聞こえなかった 通常配信これを切り替えて出ちゃうんだでって切り替えるんだ 5分くらいもんでしたこれをバズを写したいんやあっ写るねこれ今この子の前で配信してんのあなんかさほらバズマリアの写真あるんだここにこれとかビットの 前に、いる <laughs> 家ですまりちゃんですあっとよいしょ小指よくないマリアですこんにちは。 もうだって歌ってたのにな「私は今」って「タラ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 なあさんフルありがとう」「開始から来てないから知らんけど」「知らんけど」 ウッディもいるんだアリアの好きなウッディとバズとウッディーと多分ホーキーもいるけど埋もってますって。てこの下にこいつの下にホーキーはいると思うちょっと待ってちゃんと立って立ちなさい ちゃんと立ちなさい <laughs> イヤホンさしたりはしてないんだけどアラームがめっちゃ鳴っててさっきからそうだからかなアラームな鳴り始めてからおかしくなっちゃってうちの好きだとこは <laughs> おめめあとこの子もいる。 よいしょカビゴンカビゴンちゃんと座りなさいカビゴンカビゴンカビゴンあのそうここで寝てるのマリアここ,のここで寝てんだけどバズが好きバズ推し バズには優しいです。カビゴン。かわいいね。君もかわいいけど、埋もれてるぞ。君は、あの、埋もれてるんだぞ。わかってるのか自分で。なあなあなあ。なあバズです。自己紹介します。バズです。僕の好きな食べ物は、 えっと、僕の好きな食べ物は、トマトです。トマト。ウッディです。モグロ、特徴は、この花です。全然全然全ン,ン,ン,ンガビゴンです。ガビゴンは、 デブです <laughs> という感じです今日は外じゃないので声聞けて嬉しいイエーイあとは天使のマリアちゃんが存在してますのりのりハート100個ありがとうありがとうございます フルコース完了、しゅーちゃんありがとう。えー、翔太くん、ハートヒョックありがとうございます。これで、ここに、マリアの、かわいい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 、ぬいぐるみたちが、います。かわいいね。かわいいよ。この子は、犬、プーさん。 くまっちゃんこのキャラクターに一時期ハマってこれはめちゃめちゃお気に入りあとキティちゃんとももモッピーはちょっと口あえてます何やってんのよそうでこの隣にマリアがいるじゃあこのマリアはあの このワリア、これファンの方が作ってくれたんやけど。このワリアは、えっと、マネキネ猫フロモエシュっていうグループの衣装。この二つです。まあピンク担当だったので、ずっとピンク。これはレディーノの衣装。この衣装はもうない。これビオレーっていう衣装。もうピンクばっかり。私めちゃめちゃピンクじゃん。 これはマリアがデザインした。マリアが選んで、こういう衣装あったら可愛いんじゃないかなって思って選んだ衣装。これは、マネキの衣装。これめっちゃ一番好きだったかも、この衣装。これは、あの、ナポレオンっていって、みんなのカラーが、このネイビーの、この衣装以外のここの部分がみんな色違うっていう。 この衣装、あこれが一番好きでした好きでしたこれ一番好き可愛いからこれはあのもうモロマリアピンクだからねこれはえっともう「もうすぐキスだよ」っていう曲の衣装で私が一番最初にもらった衣装です 一番最初にもらったな。うん。で皆さんから頂い,いたものとかこうやって飾ってるよ。あの全部はね飾りきれてないんですけど飾ってます。って感じですね。マリアの写真集もここにあるんです。これは2017年。

ピンク衣装もろまろや、そう。おはようございます。大丸さんおはよう。どしばなしか勝たん。かんちゃん、ありがとうございます。おさむさんフル完了。ありがとうございます。ゆうな、もう一つの衣装好きって言ってた。あ、そうなんだね。写真集まだ変えてません。ウッション。 うそうそうそあまだ売ってるんよだからぐ買ってほしいフって思うデジタル写真集買ったありがとうもうデジタル写真集終わってるの持ってないけどあれもレアだよねあの私の手書きの画像も送られてくる 星投げたカウント完了。しばちゃんありがとう。ドゥ <laughs> ンドゥンドゥンドゥン。これはポップスの衣装だよ。これ、めっちゃ好き。自分で選んだ。この衣装は、あの、カツラが大変なんだよね。マリアつけるのいつも。でもこの、この体つきね。お気に入り。この体つきはお気に入り。 どん。どどん。って感じです。ね。やんな。な。かわいい。かわいいよ。レインボースター、サム、サムライちゃん、ありがとう。くぼっち、ぶブ,ブラボー。ブラボー。ありがとう。 ハリケーン花びらありがとうとみちゃんフルコース完了ありがとうあと8分やりますバズ怖いでもほんとにトイ・ストーリーみたいにさおもちゃがさ出てくるのがあったらさいいなって思うおもちゃからなんかナイトミュージアムっていう 映画も恐竜博物館が夜動くっていう映画でめっちゃ面白かったですあこ,これが優勝優勝だってよかったねよし,こよ,しこよ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 しこちゃんと座りなさいこれは何だこれは何なんだ なんでこれがついているんだなんなんだろうこれ。かけれるのか。結構重いけど。あのさ、カビゴのダメなとこ行っていいこのさ、このさ、足がさ、痛いこれ。これ結構ちょっと引っかから私に。そう。これ結構引っかからんよ。これね、3回ぐらいで取れた。 これはてな何なんだろうハつのでよね。なんかはポケモン何もんポケモンポケモン言えるかななんとかなんとか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 んと,とかピカチュウそう UFO キャッチはそんなに得意じゃないけど3回とかで撮れた ニョルニョルマイクどこいったのニョルニョルマイクね、どっか行っちゃった。今ないんだ。フル完了。ノリノリありがとう。ありがとうございます。ありがとうーじゃん。ジョン。この、何も考えてなさそうな顔好きだな。 人生に何も考えてない寝てる感じ好きです好きです好きです結婚してくださいカビゴンかバズか打って言うと結婚するならバズだな好き好きです好きです好き好き好きぴなんでこんなに興味ないの誰も百個ノリノリありがとう。 ありがとうございます本当にありがとうダルモ百個そう明日が最終日だから今日は四日目かなうん四日目で明日が最終日です順調にね順調に順調に行きたいんですけど。 明日の最終日は9時に終わるからさ、それまで来てくれると嬉しいなと思います。こじあきさん、ハートありがとう。ありがとね。たまにしか来れないけど、頑張って。頑張る、ありがとう。ハート100個突破。こじあきさん、ありがとうございます。 これ、ね、1位になれば最終審査に絶対いけるから1位か2位までを取れればいいんですけどやっぱ最終日って逆転とかもあるから油断はできないですよね上がうんだよねバズって言ってるので本当に最終日までは油断できないです。 今日は六枠やるんですけど明日も六枠やるのでぜひ見てくれると嬉しいですよろしくねカビゴンね好きって言われるカビゴンになりたいと思ったみんなカビゴンになってあそう最終審査あるんだけど絶対に勝ち取ってくるので頑張ります なるなりハート100個ありがとうございますありがとうありがとうたくさん嬉しいもう本当に嬉しいですありがとうございます皆さん朝からえっとちょっと待ってね ビヨーン明日はそうですねもうずっと家にいるんですけど明日はみんな休みの人も多いからちょっと遅めからスタートの方が本当はいいよねって思いましたうん心を込めてハート500個ありがとうありがとうございます 安定に安定に行きたいけどねやっぱりそうなんですタワー10本とか立って逆転とかがあるのでそこを考えると本当にやばいしかも2.5倍だからね2.5倍だから明日まで楽しもう 楽しもうでも一応あの配信とかは随時やる予定なので終わってからも見てくださいおはようバースデーの朝迎えてめちゃくちゃ騒がしい朝さですおめでとう歌おめってことねおめでとうできるだけ引き離したいそうなんだよな そうなんですよ。30万はちょっとね、どうしようって感じ。たかちゃん、ハートありがとう。のりのりハートありがとう。ビンちゃん、レインボースターありがとうございます。ありがとう。でも本当に、あの、皆さんがすごく協力してくれてとても嬉しいです。ありがとうございます。じゃ ランキンキグを読みます13位しばちゃん12位おさむさん11位リークスさん10位ダやまるさんえー、っと9位しばちゃん8位しょうゆうちゃん7位まさくん6位しゅうちゃん5位なあさん4位とみちゃん3位こぼっち2位さんむさん1位なりなりみんな今日もありがとうございますレインボースターありがとうありがとうサムライちゃんしょうたくんばらありがとう 皆さん今日もありがとうございました。じゃあ次の配信はえー、っと12時からやるのでまた見てください。じゃあ以上星野マリアでした。バイバイ。